はい、こんにちは、116インズです。早いものでもう6月レギュラーシーズンの3分の1を消化しましたが、5月末の時点で我らがマリナーズは29勝27敗、一応貯金を2つ作っている状況です。得失点の面でもプラスを稼いでいるマリナーズはピタゴラス勝敗でも31勝25敗という結果になっていますので、まあ戦いぶり自体はそこまで悪くはないのかなと。昨年5月末時点では21勝28敗、同じ56試合終了時点では25勝31敗だったことも考えれば、今年のチームは決してものすごい強さを発揮しているわけではないにしても、ぼちぼちの戦いは見せてはいるのかなと思っています。昨年5月なんて1ヶ月連勝がないみたいな状況でしたしね。今回はそんな2023年のマリナーズ、シーズン3分の1を消化した時点でどんな感じかを投打別にチェックしようと思いますので、まずは投手陣の状況から見ていきましょう。はい、まずは投手陣ですが、今季も本当に素晴らしいの一言です。5月末時点でマリナーズ投手陣はファングラス算出のウィンザーボリプレイスメントが 10.2 で、これは MLB1 位、チーム防御率 3.64 は MLB3 位、 KBB3.59 MLB1 位、9人当たりで許したホームランの数は MLB で最も少ないなど、成績の面では MLB トップクラスの成績をここまで並べていますし、マリナーズが貯金を作れている大きな要因としては投手陣の頑張りがあるのは間違いないでしょう。先発陣の安定感は抜群で、先発の投球イニング数316回3分の2は MLB トップ、クオリティスタートの数及びクオリティスタートの割合どちらを取っても MLB トップですので、先発がとにかくゲームをしっかりここまで作っていると。昨年夏に加入しチームのエースとなったルイス・カスティーヨは少し荒れる試合もありましたが、最近また立ち直りまして11先発で防御率 2.69、 グレッグ・マダックスの生まれ変わりかと思わんばかりの抜群のコマンドに、スピードも兼ね揃えるジョージ・カービーは昨年のルーキーイヤーからさらに一段上のレベルに上るシーズンとここまでなっていまして、こちらは11先発で防御率 3.04、 11先発でクオリティスタート9回、71回を投げて与えたフォアボールはわずかに6個と、カスティーヨと同等かあるいはそれ以上の存在になったかもしれません。3年目のローガン・ギルバートは11先発で防御率 4.08 と、パッと見の成績は平凡かもしれませんが、前回のヤンキース戦で打ち込まれてしまった影響も大きく、 FIP 自体はキャリアベストで推移していますので、内容自体はこちらも昨年から良くなっている状況。怪我で早くも今季絶望となってしまったロビー・レイの穴については、トッププロスペクトのブライス・ミラーが見事に埋めていまして、デビューから5先発連続でクオリティスタートも達成。唯一成績の面で振るわないのがマルコ・ゴンザレスとなりますが、マルコに関してもエール東地区のチーム相手にかなりボコボコにされた影響が大きく、それ以外のチーム相手での先発では防御率 3.18 と実はそこまで悪くはなく、チームに勝つチャンスは作ってくれてはいます。この動画を作っている最中にマルコが前腕の違和感で現地6月3日の先発を回避、AA で好調のブライアン・ウーの昇格が決まったと伝えられていまして、マルコの状態が心配されるところであるんですけれども、先発陣全体としては役割をしっかり遂行してくれている印象です。そして近年のマリナーズといえば強力なブルペンも一つイメージとしてあると思いますが、こちらも今季も相変わらず強力。ブルペン防御率は MLB 4位、ファングラス算出とウィンザーボリプレイスメントでは MLB 2位と、やはりトップクラスの成績を並べています。しかもこの成績を昨年ブルペンを支えたスワンソンが移籍し、ムニョスが2ヶ月近く故障で離脱。フェスター、ディエゴ・カスティーヨは全くピリッとせずマイナー落ち、マット・ブラッシュは BABIP の神様にことごとく見放されるなど、去年のメンバーが全然残っていない、あるいは活躍していないにもかかわらずこれですからね。近年どこからともなくリリーフピッチャーが生えてくる、育成力や選手の改造力が光る近年のマリナーズですが、もともとはブルペンのデプス要員としてブルワーズから獲得してきたジャスティン・トーパーは今やセットアッパーですし、わずか120万ドルで獲得したトレバー・ゴッドは27試合で防御率 1.75、 オフにウェーバーで獲得したサワン・ゲイブ・スパイヤーも25試合で防御率 2.79 と、今年も新戦力がしっかり台頭してきているのが本当に大きいです。さらにマイナーに目を向ければ、昨年ジャイアンツから強奪してきた剛腕プロスペクト、プリランダー・ベロアが今 AA でリリーフ調整中で、彼は制球面に少し課題は抱えながらも、100マイルの速球にディポートさんが誰も打てないと表現するようなスライダーも持っている選手でして、近いうちに昇格してくるだろうと言われています。ムニョスの復帰も近いみたいなので、ムニョスとベロア2人の剛腕が入ればさらに強力となりそうなマリナーズのブルペン、残りのシーズンでもブルペンの働きはやはり鍵となりそうです。そんな素晴らしい投手陣の話をしたところで、じゃあなんで貯金がたったの2しかないのかという話になるわけなんですが、まあ理由は実に単純で、打線が相変わらず機能していないからです。毎年打線が課題だと言われながらも、今年も課題。野手のウィンザーボリプレイスメント 6.1 は MLB17 位、 OPSWRC プラスはそれぞれ MLB25 位、20位と下から数えた方が早い状況。ハードヒット率はぼちぼちくらいであるんですが、まあお世辞にもいい打線とは言い難い状況です。唯一野手陣を褒めるとすれば守備力の高さくらいでしょうか。打線が課題であることは誰の目にも明らかでありましたので、オフもそこの補強は一応したわけですが、新戦力組が物の見事に機能停止に陥っているのがここまで本当に痛い。
中軸を担うはずだったテオスカー・ヘルナンデスはここまで WRC プラスがわずかに85。例年春先が苦手で夏頃から徐々に調子を上げていく選手でありますので、まだそこまで心配しているわけではないのですが、外寄りのスライダーに全部手を出して三振の山を築いているのはちょっと気がかりではあります。昨年フレイジャーが全く振るわなかったセカンドを強化すべく、ディポトさん長年の恋人コルテンウォンをブルワーズから連れてきましたが、ここまで MLB 最低レベルの選手みたいな状況で、WRC プラスがなんとわずかに33。昨年から陰りが見えていた守備面も改善されておらず、この冬 MLB 全球団の中でも最悪の補強の一つとなってしまいそうな、ここまでのスランプぶりです。左投手攻略用に獲得したポロックも、何本かクラッチホームランを打ったシーンもあれど、シーズン全体では WRC プラス58と全くの期待外れですし、トミー・ラステラに至ってはもはやチームにいないというありさまで、補強は今のところ全て空振り。打線の補強が足りていないのではとマリナーズファンから冬の間中言われていましたが、その懸念は残念ながら当たってしまったかもしれません。ただ明るい話題がないわけでもありません。一つにはやはりケルニックのブレイク、オフの間打撃改造に取り組んだりですとか、バットを変えてみたりメンタル面の指導を受けたりと、いろいろなことに挑戦したことは伝えられていましたが、その結果としてみんなが待ち望んだケルニックの姿を開幕から示してくれているのはやっぱり嬉しいです。ホームラン10本、WRC プラス134はいずれもチームトップで、5月終わった時点でチームナンバーワンのバッターがケルニックだと、開幕前の自分にもし伝えることができるなら、さぞ大喜びすることでしょう。5月に入ってからさすがに勢いは落ちてきてしまったかもあれど、十分な活躍ぶりを見せています。そしてウォンが全く振るわないセカンドでは、どこからともなく現れたホセ・カバイエロがまさかの活躍。カバイエロはもともと2019年にマイク・リークをダイヤモンドバックスにトレードした際にもらってきた選手ですが、いわゆるトッププロスペクトではないですし、昇格当初もハガティ離脱に伴う短期的な穴埋め的な感じでしたので、WRC プラス114と平均以上の打力を見せつつ、二遊間をちゃんと守ってくれているのは予想外でした。決してパワーに強みがある選手ではないものの、アプローチに優れ相手が嫌がることをやれる選手で、想像以上にいい選手だなというここまでの印象です。また冬の間ドライブラインに通い、打撃改造に取り組んだ JP クロフォードは、今季彼にしてはハードヒットを量産していまして、バッティング面の成長を感じるところですし、2年目のスランプに悩んでいた感もあるフリオも最近は復調傾向。打線全体としてはうまくいっていないかもしれませんが、ポツポツと明るい話題はありますので、こういった話題がもう少し増えれば打線全体も上向くでしょうか。投手陣は最高、打線は微妙なここまでのマリナーズ、ものすごくポジれるほどではないにしても、昨年5月の惨状を考えたら全然許せる水準にあるのも事実です。ただじゃあそれでプレーオフ地区優勝狙えるのかと言われればまた話は別で、今季から全チームと対戦するスケジュールになったことで AL 東地区の強さがより際立つようになっていますし、また同地区ではレンジャーズが想像以上の強さをここまで見せている点や、アストロズもややスロースタートだったところ最近ギアを上げてきているのも気になりますし、エンゼルスも油断ならない感じ。昨年以上に勝たなければプレーオフに進めない展開も十分あり得るかなと。昨年は最終的にプレーオフのボーダーが86勝でしたが、今季は90勝前後しないともしかしたらワイルドカードも取れないなんて展開も全然あるかもしれないですよね。夏以降チームとしてさらに調子を上げる必要がこのままだとありそうで、そのためには打線のアップグレードは絶対に必要でしょうから、インパクトある打線補強本当に頼みます。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。